今日県内では新たに392人の感染と6人の死亡が発表されました。内訳は新潟市が111人、それ以外の市町村が281人です。年代別では10歳未満が80人と最も多く、次いで40歳から49歳が63人となっています。また新たに65歳以上の高齢者6人の死亡が発表されています。